中盤戦以降はなかなか逃げ決まらずという展開になっています。初日の SG 第54回ボートレースクラシック、レースは終盤戦となりまして予選第10レースを迎えました。対戦メンバーは1号艇埼玉桐生純平、2号艇群馬山崎智也、3号艇静岡菊池光平、4号艇佐賀山田浩二、5号艇大阪鶴本貴文、6号艇岡山茅原裕樹、以上の6名です。前半戦イン奪うも厳しい展開でした。1番の桐生サイド、ここは陰線、ここは落とせない一線です。1番の桐生ゆっくりと1コースに入ります。初戦4着、2番の山崎智也は、まあ、こちらも巻き返せるかというところ、この2コースをどう攻略するでしょうか。3コースには3番の菊池、近況上昇気配の15キを手にしています。戸田前回優勝の山田は初戦3着でここ4コース角から、初の SG5 コースに5番の鶴本、初戦減点がありました。厳しいスタートは6コース6番の貝原、スタートまで10秒切っています。ほぼ無風のスタートライン上、進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。やや目立ったのは5、6コース外がいいスタートになりましたが、内側の確定も伸び返す。イン先番1番の桐生が逃げる、内をつくのが2番山崎、山崎の差しあと一歩というところ、後ろの方ちょっともつれたのは4番山田、そして6番の貝原は大きく後退です。1番の桐生はここはしっかりと逃げました。リードは2点進、スタートは前提正常でした。2番の山崎に内から4番の山田がついて2マークの旋回、山田にさらに内から5番の鶴本競りかける、2番手外を待った、ここは2番山崎が振り切っていますが、差は2手進、内から4番山田が差を詰めにかかります。後ろ5番の鶴本は大きく振り込んでしまいまして、5番手交代です。先頭1番の桐生は4手進リード、さあ2周1マーク、内から競りかける4番山田、これを2番の山崎は振り切りました。そして3番手その後ろ、3番菊池が内から追い上げてきました。一気に差が詰まりました。バックトレッジでは3、4番手ほとんど差がなくなって、内から伸びてきた3番の菊池、ここで4番の山田を捉えます。並んだ3番手2周2マーク、ここは内から3番の菊池が先手を取る。4番山田の差しはちょっと船が暴れている、届きません。ここは一手進リードを取ります。3番の菊池逆転の3番手、レースは最終周回です。先頭1番の桐生は5点進リード、2番手2番山崎も大きく抜け出しました。3番手切り返そうという4番山田、これを外を待って3番菊池がかわす、最後はバックストレッチ打てました。3番手3番菊池のリードは2点進、4番手に4番山田、後ろ大きく差がついて5番の鶴本、6番茅原が最後方追走です。最終ターンマークの旋回、1番の桐生ここは反撃成功、2番手2番山崎、3番手は3番菊池が守りきりました。3連単1番2番3番 12.8 倍、先頭1番桐生合輪、2番山崎合輪、3番菊池合輪、4番山田合輪、5番鶴本合輪、6番茅原合輪。